所。そうやね、あ、僕か。早すぎた。そう、11時半から。へえ。白いカレーうどん。これか、これ、これは、うん、かなり有名な、デザートっぽいもん、うん、カレーうどんなの。ありがとうございます。これか、トマトライス、すごい、こういう感じなんや。
普通のコーヒーで、うん、コーヒーって1個しか1種類しかなかったっけ。コーヒーフロートエチオピアモカコーヒー、あーアイスコーヒー、ゼラテ、キャラメルラテ、エチオピアモカコーヒーとプレミアムモルツ。カフェでこのプレミアムモルツ楽しめる人初めて見た。みんなあれなのカフェ系なのに。こちら2層でお作りしていまして、上がレアチーズケーキ、下がベイクドチーズケーキで、おおすごい。下のベイクドの部分、中まで白いクリーム卵を使っているので、少しあっさりとした味わいです。はい、ありがとうございます。こちら抹茶は中に甘納豆をサンドしてありまして、両端に抹茶塩が添えてあります。30秒しますと、表面パリッとしてありがとうございます。すごい、これ抹茶塩、30秒ぐらい固めた方がいいみたいなこと言ってたよね。おおすごい柔らかいね。まだ急な坂でもさっきのさカフェさ、あれよね、学生、なんちゅうの、今どき女子学生引っ張ったよね。で一人で男の子とかあのダンディーなおじいさん、優雅にカウンターで、そうやな、面白いね。いろんなジェネレーションを、そうそう、ジェネレーションを引きつけるカフェでした。すごいね、じゃあ4階までみんなよう、そんだよね、上がってくるよ。確かに、みんな強いと思ったよ。すごい